大丈夫なのか、立花は。とりあえずはね。ここだけの話、社長はずいぶん前から腎臓をやられてんだ。このことは病気ってことか。昔社長が腕をなくした時、輸血するまでにだいぶ手間取ってな。それで腎臓がうまいこと動かなくなった。社長の腕を落としたのはその頃敵対してた中国人マフィアどもでね。もちろん落とし前は俺がつけといた。仇の話には聞こえねえな。昔のことだ。俺らはその頃まだ不動産屋でもないゴロつきでさ。でもそれ以来、社長は一日おきに人工透析を受けなきゃなんなくなった。こいつをやらねえと社長は死んじまうんだ。立花はそんな体で登場会を敵に回してきたのか。この人は体がこんなんじゃなければ全部一人でこなしちまう。腎臓のことがなきゃ多分立花不動産って組織も俺やあんたさえ必要なかったろうな。それでこれからどうする？全部社長が目覚ましてからのことだ。安心しな。ここは神室町の中で唯一登場会の目が届かない場所でね。Little Asia? アジア界って呼ばれてる。Actually, I never heard of Little Asia. アジア界？この界隈に住んでんのはアジア系の外国人だ。道島組から身を隠すにはうってつけの場所だよ。あなたらはそんなとこにも顔が利くのか。俺も社長も日本人じゃないからな。え？ What？ 俺たちはもともと在日中国マフィアだ。だからここも闇医者だよ。まっとうな病院にはかからねえからな。出身はマフィアか。初めて聞くな。別に隠してたわけじゃない。ただ今まで立花不動産が登場会に尻尾つかませなかったのもこのアジア街って聖域があったからだ。この辺りの店はマフィアたちにみかじめを納めてでさ、外国人同士つつましくやっている。そうやってる分には登場会もアジア街を黙認するとさ。じゃあここに俺らが出入りしていると知れば、アジア街は登場会の怒りを買うってことか。まず間違いなくな。けどうちはここの顔役にリスク以上の金を払ってる。誰だ？さっき言った顔役の使いだ。陳先生在叫你，要你把那日本人也。知道了。何か問題か。Alright, alright. あんたの扱いについて顔役と話をつけなきゃならない。ただ、あまり歓迎ムードじゃねえようだ。このビルの近くに中華の店がある。あんたにも一緒に来てもらうぞ。Man, I haven't eaten in a while. Wait, Makoto? Hold on. So Tachibana's the one who got Makoto into this?それじゃ顔役のところに向かうが、かさあ行くか。アジア街の外は今頃堂島組の連中が目を光らせてる。ここにいればまず安全のはずだ。きっちり筋を通せってことなんだろう。多分な。喂，尾田，丽华不动产到底怎么了？为什么那样的日本黑帮也要帮？我有我的理由。走了这里，他也没有藏身之处。陈先生可不喜欢黑帮，这点你们也应该很清楚。喂，尾田，你听到我说话吗？我现在就是这边，
Wait, bro, where you going? Where you going, dude? Like, I need to save the game, of course. You can't forget that. Totally cut off their dialogue. Oda, 今のは何だ？ああ、気にしなくていい。アジア街はお前を歓迎するってさ。なんて言っても信じねえか。そうだな。ああ、それより、顔役には俺から話をする。お前は余計なこと言わなくていい。俺に任せてくれ。いいな。ああ、わかった。ここだ。お前も入ってくれ。チェン先生、ジェイウォークーレン、スー・ルーベンレン。こちらはアジア街の顔役で、チンさん。チンさん、こちら。飛龍カズマさんだね。元堂島組の。How did you know? チン先生は在日華僑に3人いる長老の一人だ。立花不動産の情報網がこの方のネットワークも大きな影響を占める。My arm. It hurts.アジア街に来るのは初めてだろう。狭くみすぼらしい場所だ。大したお構いもできず申し訳ない。とはいえ、これでも我々は以前このカムロ町でヤクザとも肩を並べていたんだよ。しかしそれをあなたのボス堂島宗平や風間慎太郎が力で押さえつけた。女子供含め多くの血が流され、やがて我々は地下に押し込められた。They murdered innocent people just. 無論承知している。ただの世間話。失礼しました。その後力を失った我々は時代とともに日本人の金回りが良くなるのずっと横目に見ていた。この狭いアジア街の中でね。小田さん、そちらの客人はアジア街に歓迎できんよ。その人はあの堂島や警察にも追われているね。それを言えば俺や社長も登場会に追われる身です。アジア街は同胞を見捨てることはしない。だが、キリュウさんは日本人のヤクザだ。それなのに、立花不動産はこの件、我々に対して事前に話を通してもいない。突発的なことでやむを得ませんでした。ですが、ここを追い出されれば、キリュウは堂島組に殺されます。それでも、我々は別に困らない。待ってください。立花不動産からの上がりはアジア街にとってもでかいはずです。今までうちとアジア街はいい取引をしてきました。その上でのたってのお願いです。取引は対等なものだった。こちらも金に見合うだけの情報は提供してきたはずだよ。あんた方に借りはない。承知しています。 OK なら、okay. I'm ready. 個人については別に金を用意します。私の顔に金をくれとでも書いてあるか。じゃあ他に何が必要です。言ってください。やめなさい。
礼儀を忘れて交渉はできませんよ、小田さん。社長、立花、あんたもういいのか。陳さん、お騒がせしています。小田さん、陳さんは一度下した決断を変える方じゃありません。私たちもアジア外にいる以上、そのことをわきまえておくべきです。ここに桐生さんをかくまうことはできません。でも社長、小田、でも where is but where am I gonna stay? 俺はよそに行く。帰る前にお茶を一杯どうだね。そのくらいはここにいても構わんよ。いえ、お気遣いなく。Man, he does not. Yeah, Kiryu's not playing. すみません、キリュウさん。私も、あの陳さんが。風間のおやつさんも言ってた。何年か前、堂島組は外国人のしのぎを奪って大きくなったって聞いている。その時、かなりの血が流れたらしい。ああ。俺たちはその頃まだ神室町にいなかった。それでいいんだ、俺はここを出る。また連絡してくれ。それなら西公園で身を隠すのが良いかと。ここほど安全とは言いませんが。西公園、ウェスパーク、ホームレスのたまり場になっています。あそこなら堂島組もすぐに桐生さんを見つけられはしないでしょう。わかった。それにしても今は逃げ回るので手一杯だな。空の一壺の方はどうなってる。持ち主を抑えるって話だったはずだ。ええ、でもその話はまた後で。西公園に行ったら今夜だけはそこでしのいでください。明日。この寒空に野宿か。かける言葉が見つかりません。なら、あんたも一緒にどうだ。Yeah, 今二人でいるのは目立ちます。それに私は明日のために少し準備がありますから。Really gotta suck being an outcast, no matter where you are. 大したことじゃありません。そっか。それじゃあ明日だな。ええ、それではまた。なんとか堂島組に見つからないように気をつけてください。分かってる。All right.